変ですが、開封動画もある。バイオデータ、2万なぼかな。安いよな。ほんと、カメラマン時代ね、これだけのもの買おうと思ったらもう30万っちゃいかんないから、もっとしたいんだから。性能はもう10分の1ぐらいだから。ほんと、安いわ。ともかく、パソコン関係。ね、本当に今の人は幸せっちゃ幸せやな。こんなものはすぐ手に入るんやけ。でもね、今若い人がパソコン使わなくてね、スマホばっかり使ってるというね、変な話やな。スマホなんかよりはるかにパソコンの方が使いやすくてね、いろんな機能が楽にできるんでね、わざわざ使いにくいちっちゃいやつをするんやから、ようわからん。はい、今日は11月5日金曜日、今何時か、5時半、YouTube の動画をね編集する時間もなかったけど、今、またねちょっと受付に立つようになったのでね、時間ができたので、もう今セットしました。新しいエアマックを買って、本当はiMac を買いたかったけど、新しいのはなかったよね、27インチが。そしたらこれ買った後に出たよね、また。でこれまだ古いやけど、また今度は iMac の新しいのをね。いや、新しいのが何でいいかと、今要はね、前はちょっとね、もう10年ちょっと使ったから、よく使ったわ、よく動いた、本当。で今、初めてまともにエアマックの M1 っていうか、それを使ってるけど、やっぱり早いね。早いよ、もうすごく。だから、で、今日ね、さっき、モニター。画質、色味のまあ調整すればいいんだけど、画質、ほんと、今のディスプレイが良すぎるから、これでも十分、本来ならいいんだけど、これいいもの見ると、やっぱり、いいもの欲しくなるな。人間ちゅうのは贅沢だもんやな、ほんとな。ほんとはもうこれで十分なんだけど、今ちょうどお客さんが途切れたようで撮影を今しています。まああとちょっと編集して今日1本あげます。まあできれば今からまた毎日あげようかなとね、時間がある限りはね、結構溜まっちゃうのは溜まっちゃうんだけどね、もう溜まったのをまた振り返って作るのもめんどくさいなと思って、だからまあなるべく新しいのをまたね撮ります。今日の動画は温泉経営動画、ね、駐車場の水の排水の、ね、コンクリートの穴掘りです。はい、見てください。はい、アスファルトを大方9割方はつって、ひびの補修と、あと水をね、バタバタ落ちるところを金具で止めるのはいいけども、水が溜まるところがあるけどね、だからこの水が溜まるところをこのダイヤモンドコアドリルで穴を開けて排水を作ります。はい、昨日ヤフオクで買ったやつ、新品で何倍だったかな、6000円とか、安かったな。このビットね、これでも安いやつはね、この刃が太いよね、これがね、わかるかな、これが太い、倍ぐらいあるかな。これはもう今のいいやつはね、薄いんよね、薄い方が早く切れるね、抵抗が少ないから。まあ薄く作ると難しいんやろか、倍の方がダイヤモンドもね、倍いるんだから高くなりそうやけど、なぜか薄いものの方が高いよね。カッターの刃もそうやね。はい、それでは昔中古で買ったコアドリル今から設置します。
こけた。こけました。ああ。まだ動いた。楽立つわ、これ。10センチぐらいか、厚さかな。はい。